はい、どうもピクツィアスです。今回もね、前回に引き続き、まあ、知人からもらった日本製のね、トミカをね、紹介していきたいと思います。まあ、今回中半ということで、残りもね、まだ5台ほどあると思うんでね、まあ、とりあえず見ていきましょう。まずこちらですね。あー、はい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 、これはスタリオンかな、スタリオンですね。で、ポルシェですね。そして、メルセデス・ベンツですね。これは復刻品でもあったんで、まあ、まあいい。まあ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 、一応まあ。そして、これよ、これあれですか ?MR2 ですか ?MR2 ですね。今回紹介するのは、あれ ?4 台だ。まあいいや。別に4台だろう、5台だろう、そんなに極端に変わるわけじゃない。まあね、では最初出したのスタリオンか。まずこちらからね、見ていきたいと思います。三菱スタリオンですね。三菱スタリオン2000ターボ、メイドインジャパンと書いてありますね。スケールは50じゃねえな。62分の1ということですね。ちょっとでもなんかやっぱ、他の車に比べるとちょっと小さく思えますね。元がそんなに大きいスポーツカーではないんですよね、スタリオンって。ちょっと普通の車よりちょっと何回りか小さく見えるんですよね、スタリオンって。まあドア開閉のアクションとサスペンションがついてますね。まあちゃんとメイドインジャパンの表記もありますね。ナンバーは、48かな。これも一応まあ復刻品も出てますね。色は違いますけど。ただこんな真っ黄のスタリオン見たことないですね。シルバーが多いですね、スタリオン。あと、ブラックですね。で、ブラックの中でもまあ一番有名なスタリオンは、ガルウィングのスタリオンですね。まあ何度書いてますけどもね。警視庁ゴリラ、刑事ドラマですね。出てたやつですね。ちょっとワイドタイヤも入っててなかなかかっこいいですね。てか今回4台紹介した中で唯一のワイドタイヤですね。あとジャッキー・チェーンがさんが主演の映画なんていうやつか忘れましたけど、なんだっけかな、あの映画、あれも確か出てますよね。なんだっけ、なんだっけ、で名前が出てこねえんだよな。スタリオンの社名の由来は、星を英語で言うとスターですね。アリオン、ギリシャ神話のヘルカレスの相場の名前を組み合わせた造語だそうです。へえ、そうなんですね。まあ、スタリオン言うてもね、初代。後継者は GTO。まあ、そうですね。なんて映画だっけ、スタリオンが出たの。ジャッキー・チェーンさんが乗ってたのって確かスタリオンでしたよね。なんていう映画か忘れたんですけど、まあ知ってる人は知ってると思うんでね、まあ、知ってる人はもしよければコメントお願いします。で、続いてはこちらですね。ちょっとまあ埃っぽいところにあったからちょっと埃がすごいですけどもね。こちらポルシェの、356スピードスターですね。メイドインジャパン。まあ当時はこれ青箱トミカのやつですかね。で、海外トミカのやつですね。まあ、サスペンションアクションがありますけども、結構死んでますね。まあ、丸っこいデザインがちょっと可愛らしい車となっておりますね。まあ今でも乗ってる人もいますよね、こういう車。手紙が届いているよ。ヤフー自動車。なんで？まあ、そうですね。まあちゃんとダリハンですね。ちょっと埃がやばいですね。まあ、これはオープンカーの宿命っちゃ宿命なのかもしれないですけどね、トミカの。まあ、ここでこういうところにあったんでしゃあないですね、これは。もらった時からですね。ちょっとまあ、クリーニングできる時にしてあげたいんですけどね。なかなか時間が取れないですね。
まあ、あの、ジャンク品のですけど、まあ、ほこりは多いですけどもね、まあ、塗装はそんな、まあ、極端にそんないっぱい剥げてはないんで、まあ、マシかな。まあ、この辺ちょっとひどいですけどね。マシかなっていう思いますね。そしてですね、メルセデス・ベンツですね。まあ、メルセデス・ベンツ 300SL。これもアルファコトミカですかね。スケールは63分の1でメイドインジャパンとなってますね。まあ、こちらはガールウィングがね、再現されてますね。かっこいいですよね。まあ、あの、石原裕次郎やね、力道山がね、あの、愛車としていたね、SL。やっぱね、かっこいいですよね。トヨタ博物館なんかでもね、見れますね。そういや、石原裕次郎記念館にあった、ベンツってどうなったんですかね。結局、小樽のその博物館に寄贈されたり、その家に返されたやつとか結構ありますけども、あの、裕次郎さんが持ってた車に関しては、石原プロモーションの車庫には多分ないと思うんですね。ちょっとどうなったかと思う。なんかあんまり詳しい事情よく分かってないんですよね、自分。残念ながら。まあでもかっこいいですよね、ベンツ。でもベンツ乗ってる人ってあんまね、なんかね、良くない。運転してて、危ねえなこいつみたいな運転してくる。うん。やだなぁ。グレード関係なくしてくること結構多いですからね。V クラスとか乗ってる人あんまりそういう運転しないですけど、それでも。G クラスもやばいやつはやばいし、SL でもいい人もいりゃ、なんかやっぱ行っちゃってるやつも結構いるっていう、ちょっと残念な。うん、イメージがありますね。いや別にいいんだよ、どんな運転しても。でこっちはやっぱ仕事柄怖いんだよ、そういう運転されると。うん、やめて。そして最後ですね、トヨタの MR2 ですね。まあ、あの後ろがね、すごいデザインですよね、これ。エンジンが MR ということで、ここにあるんですよね。そのためこういうデザインとなってますね。まあ、最近あの宝トミーじゃない、トミカークの限定トミカなんかでね、新規金型で作られたりしてますね。だからちょっと違うか、あの、ボディのデザインとかちょっと違うんですね。型が違うかな。サスペンションのアクションがあるはずなんですけど、固まってます？サスペンションのアクションがまさかないのか。てか、後ろのそのデザインがすごいですよね、この。やっぱここにエンジンがあるもんですよね。トヨタ MR2 メイドインジャパン、スケールは56分の1、ナンバー24となってますね。まあ、リトラクタブルライトを採用している車両ですね。で、ティーバルーフも、これもまた特徴的ですよね。つか、よくこれティーバルーフ、ここ、あの、ティラーないのに、これ取れないですね、これ。すごいですよね。絶対こういうとこさ、こっちからパキって言ったら割れちゃいそうですもんね。まあ、ちゃんとここ3面で固定されてるんでしょうね。こう前と上とこの後ろの部分で。もう後ろもね、あの、クリアレンズでね、あの、テールとか再現されてちょっとかっこいいですよね。MR2 も今、割となんか人気のある車ではありますよね。今も人気のある車ですかね。まあ、今回はこの4台ですね。まあ、ちょっと内容的には薄くなりますけどもね。まあ、今回はね、この辺で終わろうかなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。